天気予報です。この後も太平洋側は広い範囲で晴れて空気の乾燥が続くでしょう。一方、北陸や北日本の日本海側は雪や吹雪となる見込みです。気温は昨日と同じくらいですが、北風が冷たく感じられそうです。週刊予報です。明日以降、新潟は雪が降るでしょう。札幌は木曜日から再び雪が降る見込みです。東京から福岡は水曜日にかけて日の差すところが多いでしょう。天気予報でした。